上層筑波鉄道キハ500系機動車は、上層筑波鉄道が1959年に導入した機動車である。それまでの上層筑波鉄道の車両と比較して、いくつか新機軸が盛り込まれた車両である。5両のうち2両は、同社初の空気バネ台車装備で、この2両はキハ504型として区分されている。本節では、登場当時の仕様を記述する。ハ500型は、 全長 18,100mm の全金属製、日車標準車体で、全幅は 2,860mm である。側面の扉は、同社の車両としては初めてステップが廃止された。本形式の導入と同時に、上層線、筑波線の方向き順面の高さは 910mm とされた。側面の窓は、バス窓と呼ばれる上段を、 H ゴムで固定した窓である。車内の座席配置はセミクロスシートである。走行用機関は床面を下げるという目的で、日の自動車製のバス用、ディーゼルエンジンである DS40 バイト2型を採用、液体変速機も新型コンバータ製の DB-100 型を使用した。また、本形式は初めて総括制御車として導入され、以後同社の車両で、 総括制御化が進められる端緒となった。台車はいずれも日本車両製造のウィングバネ式オイル断発系台車でいずれも固定軸距百2 1 0 0ト、mm、ル車輪径は8 6 0ト、mm、ルである。動力台車が金属バネ台車がな6型で空気バネ台車がな3 0 2系。付随台車は金属バネ台車がな6 t 型で空気バネ台車がな3 0 2 t 型である。 空気バネ台車は、同社では、初採用で、枕バネに、ダイヤフラム型空気バネを採用した。筑波鉄道機五505,959年9月に、日本車両製造東京支店にて小量が、同時に申請され、全車両が、筑波線に配置された。入線当初は、501と502が、空気バネ台車で、503以降は、金属バネ台車であったが、 入線後すぐに五百一点五零二と五百四点五零五は車両番号を入れ替え空気バネ台車はキハ五百四型五百四点五零五として区分された。五百一点五零二は九百六十三年二月から四月にかけて上層線に転属、九百六十八年一月に座席をロングシートに改造し、同時に機関を横型機関の d m h 十七 h に 変速機を TC-2 に換装されている。一方、筑波線に残った産業については、1976年1月に機関を DMH17H に変速機を TC-2A に換装している。1979年の筑波鉄道分離後もそのまま両者に継承され、1987年の筑波鉄道廃止時に503の505は、 関東鉄道上総線で再度使用するために、三会道機関区に運ばれたが、痛みがひどくそのまま廃車。501.50 50に向き破350系の大量譲り受けによって1991年に廃車となった。ありがとうございます。